江戸時代初期、仙台藩の武士竹永兼次が柳生宗則に仕え修行して一流派を開き、柳生心眼流の名を許可されたと伝えられています。仙台藩や江戸藩邸で学ぶものが多く、国元で学んだものや帰国した者たちにも継承されました。流名の柳生は活人剣の精神を、心眼は流祖の編み出した体の動きを表しています。この体の動きが流儀を特徴づけており、書伝である基本21箇条の中に明らかに示されています。もう一つの特徴としては、戦場で不意に襲われた場合、身の回りの諸道具を利用して敵を制圧することです。